はい、こんにちは、こんばんは、ゲーム動画でいこうです。プリンセスコネクトリダイブ始めていきましょう。誰？ランファ、かわいい。これがお誕生日ケーキ。もっと声低いと思ったんだよな。すごく嬉しいわ。私なくそその主様に。ああもう。さて、あ、なんか変わった。これ。追加されるのかな。やっと書けたわ。ランファ様。ネナンが将軍の通り吹いたか。ピックアップガチャがなんか、10回無料で引ける。金が3つ。さと、おっさんですね、これ。魔法少女ナナカ参上。電脳の閃光で敵を撃つ。星2か金は。これが星3になるわけじゃない。もう全部引いちゃいましょう。お、星4。金が2つになった。レイ様に近づく男は私が排除します。天下無敵のヒーロー、ドラタイガーを目指すマタイガー。あと何回引ける？あと2回。おーっと、来た！来た来た来た！星さん来た！次かな？いや。これだ！なんだこれ。魔法少女。お、より、は、渋い、はさえり。いいなぁ。これで星さんが出ました。ラスト。これは、欲しいですね。これで、でも、あ、1500まだ持ってない。
あ、優勝か。で、これの辺はアイテムですね、みんな。多分絶対圧倒的に装備足りなくなると思うんだ。ピックアップするのはいいとして。あれ？ミヤコがいきなり消えたらみんな驚くかもなの。ニナに切れぬものはないです。ニナが諸君の草履不諸君。あ、びっくりした。あったあった。で、星さんは新しく手に入れたんで、ランクかな？ランクってなんだ？あ、ランクじゃない。リアリティだ。星の数。これで並べていきますと、こうなります。で、彼女を育てていきましょう。これしかないのか。それなりにやっぱり強くしないといけないからね。21位になった。EX 装備は今ない。料理ピースは不足。レベル強化もこれ以上はなし。中衛ですね、彼女。ヒカセアナと特殊で強力なスキルを駆使し、なんだろう。まあ、補助タイプであることは間違いない。あなたのハートに届け。恥ずかしい。厳しいな。やっぱり声優の顔って見ちゃダメなんだろうなと思った。この辺はショートカットで。プレイヤーのレベルだからな。レベル3確定ってあれだよな。ランダムお題かけしてみるか。32すごいな。フレンダまだいないよな。こちらがフレンドの皆さんです。ぼっち。いつか将軍と共に特定の条件を達成すると報酬がもらえますよ。頑張りましょう。ジェルもいただいた。では2の11面いきましょう。どうしよう、中衛がな、欲しいよね。と、彼女外して、
チュエートしてみましょう。本当にやるの？スープチパワー全開！お役に立って！はいはい。出さない。ああ、疲れる。先生も一緒だからね。彼女はモノハのエーマなんで押しちゃいけません。ニノからやって、一気に削れた。カワフジオッケー、勝ちました。戻っていきます。ボスがいるみたいですね。おっさんはこれで終わりかな。おっさん今3人しかいないんだ、まだ。この下の青いゲージが溜まったら、あれか、必殺技が打てるってことか。エルダー4。はい。この魔物がキャラバンを襲うせいで物流が滞り、ランドソルの商業活動に。物流大事、シティーズスカイラインで。そう。とのこと。ランドソルの公的機関であるギルド管理協会から、私たちギルド美食殿に討伐依頼が出たのです。なるほど。こいつが正体を襲うせいで。ランドセルでは調味料や食材、お肉やお魚やお野菜や飲み物なんかも不足してるんです。この町が大好きよとはならないんだよな。恨みは恐ろしいですよ。やっつけちゃいましょう。おりゃー、燃えたか地佐藤敵。なんでやねん、意味がわからん。来た、来い。これ補助系魔法ですからね。あ、でも攻撃してる。もう一回。使いづらいよな、やっぱりな、自己犠牲系の。回復しないもんね。大丈夫だからね。一緒に頑張りましょう。ありがとう。これ使うと死んじゃうからな。どうにかこうにか倒せましたね。主様、お怪我はございませんか？お疲れではあります。これでギルド管理協会からの依頼達成ってわけね。疲れた。早くランドソルに帰りたい。そうですね。でもその前に
味しくいただいちゃいましょう。お料理お料理。これ魔物よ。あんたなんで平然と食べられるわけ。気持ち悪い。復職勝ちました。よく頑張ったわね。嬉しい。マリネにそれ言ってもらった。さあ、これで、クリアなのか。正解の線って何。ダンジョン解放されましたね。早速行ってみましょう。まあ行くしかないわけだが。お、開いた。仲間にしたすべてをキャラで挑ぐ総総力戦です。これダンジョンか。お、すごい。旅の扉みたい。みんな、早く早く。ついに見えてきましたよ。数々の伝説に彩られた人跡未踏の秘境、雲海の山脈が。スマジオ中。言うほど崖ではない。ごめんなさい、ついテンションが上がってしまって。一刻も早くドラクエ8の喜びを分かち合いたかったんです。謝ることではございませんが、ここはランドソルからも遠く、ほぼ人類が生息していない地域でございます。うん、崖から滑落して動けなくなったり、即死だな。遭難したりしても救助はありません。大声で助けを呼んでも誰にも気づかれず、ここで命を終えることになってしまいます。夢夢、気をつけるべきだと思います。これ夢夢って言うんだ。夢夢ってこう言うんだ。こうかくんだ。一人で突っ走っちゃうのは私の悪い癖ですね。やめかっかな。なですから謝ることではございません。頑張れ、気をつけよう。様はいつも元気で輝かしい推進力があって、推進力私憧れているのですよ、コッコロちゃん。おーい、キャル、無意味に和んでるところ悪いけど、ちょっと待って。ねえ、一旦休憩しない。はいはい。あんたらはアホみたいに元気だけどさ、こっちとら慣れない山登りに付き合わされてうんこにしてるのよ、うん、もう足が上がんない。お家に帰りたい。おや、キャル様と主様、いつの間にか随分離れておりましたね。あまり離れるのよくないよね。早くこちらまでおいでくださいまし。こういうところは絶景でございますよ。高い。あの遠くに見えるのが雲海の山脈。これは険しそう。はい、この世界にいくつも存在する秘境の一つで、アストライア大陸における最高峰の山があるんですよ。大陸最高峰の山はやばいな。一体そこ行くのか。ああ、だから雲海の山脈などという名前なのでしょうか。海上のものって何があるの。その山の頂上付近ではさながら雲の上を歩いているような感じになりそうですし。その通り、さすがコッコルちゃん、賢い。いい子いい子。どうやってあれ頂上部分登るんだ。ロッククライミング。キャウちゃんはあれだな、体力はないな。やばいわよ。遠いもんね。貧弱ですね。キャルちゃんもあなたも。あなたが強すぎ。もっと鍛えないと。あなたが強すぎんだよ。うっさいわね。魔法使いに体力を期待しないでよ。魔法使いかキャルって。ペコリーヌは規格外だもんね。今更何をしようが驚かないけど、コロスケが平然としてるのが意外だね。コロスケ。私
故郷ではよく山歩きをしておりましたから。そうなのか。人は見かけによらないわね。でもさ、本当に今勾配は弱そうだな。勾配とか岩場は。大冒険みたいなことをさせられてるの？私たち美食殿って食べ歩きが目的のギルドでしょ？うん。ちっちっち。なぜ山に登るのか。そこに食材があるからですよ。ここからこんな面倒くさいことして食材確保しなくてもいいやん。いや、お腹ペコペコになっちゃうよ、それを取りに行くのに。困ってる、キャルが。食卓が遠い。遠すぎる。いいわよ、貴重な食材とか探さなくて。意外があるじゃん。注文したら5分で料理が出てくるファストフードで十分なのに。本当、それ。秘境にはお宝などもたっぷり眠っているはずなので、それを目当てにして頑張れませんか？それは頑張れる。キャル様。確か光物がお好きでしたよね。指輪、うん、でもさ、雲海の山脈は人跡未踏の秘境なんでしょ。なんで貴重な食材とかお宝があるなんて断言できるの？そうだ、いやよ、死ぬ気で登山したのに無駄足だったみたいなオチはブツブツ言ってないで。キャルちゃんも食欲とかを原動力にして。いや、説明になってない。それ雑すぎる。ペコリン。意味わかんない。なんでそんなに食べることに命がけになれるの？っていうかさ、もう体力も限界だし、魔法で空飛んで雲海の山脈をぐるっと巡っちゃダメ。食材とかバリアでもあるんじゃないの？別に山の頂点を目指す必要もないもんね。どこにあるんだろう。ああ、それはおすすめできないかもです。なぜかは不明ですが。秘境では大抵魔物やシャドウっていうのがたくさん目撃されるみたいですから、多分誰も近づかないので魔物とかが駆逐されずに勢力を広げてるんですよね。部活に空を飛んだら翼のある魔物とかが群がってきて不可物ですよ。楽な近道などないということでございますね。覚悟を決めて地道に足で登りましょう。そうだね、皆様。コッコロちゃんの言う通りです。いやー、楽しみですね。果たしてどんな食材が私たちを待っているのか。せめて生きて帰りたい。ダンジョンは1階からスタートします。クリアするごとに階層が上がり敵も強くなるようです。ではまずは1階に挑戦してみましょう。うん、総力戦って言ってたよな。でも総力戦言うけど、でも実際は いつもの5人なんだよな。死んだら変わってくれんのかな、この辺が。あ、時間制限がある。1分半でクリアしないと負けなのか。あれ？なんか早くもスタミナが。勝ちですか？ダンゴンヘッドの設計図なんてあるんだ。マナも結構得ましたね。まあ、どんどんダンジョンの階層上がっていくっていう流れになりますが。なんか減ってるんだが、すでに。行こう。減った状態でスタートか。あ、死んでる、もう死んでる。一回下がって、体力回復してからスタートした方がいいかも。勝ったけど。
このエンドは良くない。はい、先に進めんのか。総力戦ってそういう意味か。あとレベル制限があるんで。彼女が寝られてる。回復してくれて、はい、勝ちましたが不安だな。動線がすごいいいよね、これ。ダンジョンコインを集めることで、キャラのメモリーピースや装備と交換できます。メモリーピースは本当に大事だから、ね。主様、旅の準備を整えて、より充実した冒険をいたしましょう。かな、でも持ってるキャラのメモリーピースがないよね。100しか持ってないのか。男女に戻りましょう。死んだ。やばいな、今度はニノがやばい。ニノが正面に立たされてるからな。どんどん上に行っていきます。7階がボス戦か。4人になってしまったからな。あ、死んだ。ニノが。勝ちましたが、残り3人になってしまった。大変よくできました。こんなん勝てるわけないだろう。
あ、死んだ。間に合わなかった。ヒーラー二人だもんね。本体に。終わった。ここまでした。全員戦闘不能なんで帰らないといけないね。ああ、やっぱり挑戦回数があるんだ。そうだよな。なるほど。お、急にアニメ化した。でかいなのに避ける。当たりやすいんだけど、当たり判定でかそうなんだけど。あ、お、危ない危ない。逃げるとこだった。隙はないね。一瞬間移動する。すごいな、ここの絵の効果。ほらほら、どうした？元気がなくなってきたな。疲れてしまったのか？もっと楽しませてくれ、クリスティーナ。生と死の狭間で切り結ぶ高揚感を、生きている実感を与えてくれ。あまり期待外れなようなら、せめて貴様らの血肉を浴びて渇きを満たすしかないぞ。さあ、奥の手や必殺技があるなら早いうちに見せてくれ。罠かもしれんな、これ。調子に乗りやがって、こんにゃろ。絶対これ相手の陽動作戦だね。嵐回りやがって、あんまりはしゃいでんじゃねえぞ。誠、一人で突っ込んじゃダメさ。そうだね。私が速度で攪乱するから。速度？誠は隙をついて本命の一撃を。遅いかな。おいおい、作戦をペラペラと口に出すのは、まあよくあるパターンだもんな。アニメ特撮の武闘派のギルドと聞いていたから期待していたのにな。ああ、がっかりだ。連携が取れていない、連動が低い、繊維が足りない。単なる町の喧嘩自慢というところか。それでは本物の騎士には、軍人には勝てんぞ。ああ、私とマコトーの二人がかりなのにだいぶ劣勢さ。でも変な感じさ。なんで？この人はどうも私の動きを目で追えてないっぽいのに、拳や蹴りがまるで当たらない。紙一重で避けられてるさ。向こうの攻撃も不自然さ。 AI かな。室内だとあんな体験は取り回しが不便なはずなのに、デタラメで大振りな一撃がなぜか的確に私や誠を捉える。 AI かな。うちの攻撃は絶対に当たらないのに、向こうの攻撃は絶対に当たる。絶望だな。そういう風に物理法則で決められてるみたいさ。犯人主人公だな、これ。何かトリックがあるよ。とはいえ、今それを確かめてる余裕はないさ。誠、こっちは奇襲されて体勢が整ってない。一旦
ギルドハウスを放棄して退避すべきさ。私たちで死ぬ気で魔法たちの退路を確保するさ。ああ、尻尾を巻いて逃げろって言うのかよ。やりたい放題やられてさ、舐められたままじゃ我慢できねえ。せめて一発ぶん殴る。一対一の喧嘩ならそれでいいけど、ギルド同士の抗争では陰謀にはめられた時点でこっちの負けさ。はやいた状態か。あとは被害を最小限に抑えつつ、しんがり戦だね。撤退させないだろ。目の印象とは裏腹に、なかなか知恵が回るようだな貴様。だが残念、逃がさんぞ。待望に、せっかく手に入れたおもちゃなのだからな。お、おもちゃ、香りがおもちゃに。どうしてこの距離と体勢から当てられるさ。どうするんだ。やっぱり敵の攻撃は必ず当たるさ。不自然さ。私は身軽さを生かして、普段は回避しながら敵を殴るって戦い方をするから、いちいち防御するのはちょっと不慣れさ。こっちは徒手空拳、向こうは体験。どうにか打ち払ったり防いだりしてるけど、このままじゃ削り殺されちゃう、うん、耐えるのにも限界がある。しのぎきれないさ。悔しい。おじいとおばあに伝授された空手は最強なのに。でも敵の奇妙な攻撃と防御のからくりを解き明かさんと散りひんさ。カオリどいてろ。いくらなんでもそいつも攻撃と防御を同時にはできねえだろ。こっちからガンガン攻めまくってそいつの攻め手を止める。おりゃ。姫さんは私と香織に強化と回復の魔法をかけてくれ。ついでに余裕があったらギルドハウスを囲んでる連中を吹っ飛ばして退路を確保しろ。あ、うん、了解だぜ。やっぱり荒事では誠藩が頼りになるわ。うちは明かしまへんな。どうも喧嘩になるとからきしどすなんて泣き言は後にせんと。王子はんたち、うちの後ろに退避しとおくれやす。悠長に説明してる暇がおまへん。ええから、今はうちを信じて言う通りにしとおくれやす。お願いやで王子はん。うちも自分の縄張りを荒らされるの指をくわえて見てられへん。全力でせめて抗うわ。カオンのギルドマスターとして。どいつもこいつも何も考えていないように見えて、戦闘における嗅覚だけは一流だな。面白い。これがビーストか。獣の本能と強度、物相手も人間の知性と柔軟さを合わせ持っている。嬉しいな。アニマルガール、通称未知なる強敵と戦うのは心躍る。ウキウキするよ。テンションが上がってるクリスティーナの。楽しませてくれ。もっともっと。簡単に終わってはつまらんと思って優しく撫でてやっていたのだがな。どうやら遠慮は無用のようだ。こっちも少し気合を入れてやろう。あっ、くそ、人間の腕力じゃねえぞ。こいつの一撃を受け止めただけで軽く足が宙に浮いた。こっちも楽しくなってきちまったよ。香織、こいつの体験は私が防ぐ。お前は持ち味を生かして動き回りながら攻めまくれ。勝ってんさ。助け合いの精神ね。それがカオンさ。侵略行為は許さない。お尻ペンペンして追い払ってやるさ。おお、圧
とにかく強いですよね。あ、解放できるんだ。でもまだですね、まだ解放しちゃいけない。え、これ見てる？いや、まだですね。エルフっ子。大丈夫かな？私、うまくやっていけるかな？お母さんが、もういい年なんだから、お小遣いはバイトして稼ぎなさい、うん、なんて言うから。せっかく雇ってもらったんだし、頑張らないと。怖い人いないといいな。お邪魔します。お昼前だからバタバタしてる。声かけづらい。あら、あゆみちゃん来てたのね。すいません、声かけていいかわからなくて。あー、ごめんなさいね。ランチ前だからバタバタで。早速みんなに紹介するわね。はーい、みんな一旦集まってくれる？今日から入ってもらうあゆみちゃんです。簡単でいいから挨拶してもらえる？はい、あの、あにゅ、あ、あゆみと申します。よろしくお願いしましょう。はい、拍手。よかった、みんないい人さ。ひゃい、あの、よろしくお願いします。はい、ただいまお伺いします。お待たせしました。おせよ。お姉ちゃんかわいいね、うん、それは間違いない。よし、ご注文は君に決定。いいね。邪魔するだろう。文句あんならやっか。これ危ないですよ。
ナイフ持ってるからね。カッコつけやがって。お前みたいのがムカつくんだよ、俺は。いい加減にしな。それ以上私の店で騒ぐと騎士団を呼ぶよ。つれねえな。わったよ、帰るよ、帰りますよ。うん、おい、会計できんだにゃ。たく、くだらないやつがいたもんね。店長、これいいの？あゆみちゃん大丈夫？ごめんなさいね、初日なのに怖い思いさせて。これ地区だってことだよな。あなたもありがとうね、かっこよかったわよ。あんた主人公ですね。やっと終わった、はあ、たくさん失敗しちゃったし、みんなに迷惑かけちゃったな。あの助けてくれた先輩、かっこよかったな。記憶喪失？いやね、あの子今日だけのヘルプの子で飛び込みできてたのよ。バタバタしてて名前聞くの忘れちゃった。そうだったんですか。じゃあ次バイトに行ってもいないのか。また会えるかな。うん、じゃあ今回ここまでしますか。諸君、ご飯にするです。お風呂にする。特定の条件を達成すると報酬がもらえますよ。頑張りましょう。育成に必要なアイテムが獲得できるクエストです。私、主様、いつか将軍と共に天下統一するです。それがニノンの夢なのです。あ、まだ5つもらえる。プラチナを2回やりましょう。
お、星さん出た。お、二つも三つも。すごい。はい。冒険時代の冒険。ナイフさん。あの、そして。あれ。え？日焼け？エロ。夏にチャレンジしたいの。ユイだ。もう一回引けない。引けないよね。来ないと弾けない。諸君、特定の条件を達成すると報酬がもらえますよ。頑張りましょう。これもらえない。社長は館船に乗ったつもりで安心していてください。なるほど。あ、これで星さんのキャラも結構増えたということで、ただね、強化が追いつかないな。だから武器とかやらないといけないですね。はい、ここまでになります。よろしければチャンネル登録高評価お願いいたします。概要欄プレイリスト、ブログ、ツイッターございます。ツイッターのフォローお願いいたします。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。